はい、皆さん、こんばんは。さあ、本日はですね、こちらも Steam にありました新作のホラーゲーム、エターナルというゲームをやっていきたいと思います。なんでも、この SCP を取り扱った感じのゲームみたいなんですけども、どちらかというと、シューティングですね。銃を使ったシューティング、ガンシューティングになるっぽいですね。昨日やったゲームがね、銃が撃てそうで撃てないっていうね、微妙な感じ 銃のフラストレーションがたまる感じだったので、今回はがっつり撃っていくゲームをやっていきたいと思います。バシバシ打てるバイオみたいなゲームみたいですね。あんまりでもめっちゃ ASMR、 あんまり SCP に銃が効いてるイメージないですけどね。WSD ムーブ、なんかライト自体が光ってる。ピックアップ、とりあえず読むだけ読みましょうかね。私のこの翻訳能力でカシャって言ったな。ARC エンテテイ概要。俺、エンテイティっていつも言えないんだよね。ARC4721。なるほど。やっぱりこの SCP なんだな。ARC4721 は標準セキュリティ保管庫内に保管する必要があり、アクセスレベルはレベル2以上のクリアランスが必要です。ARC4721 の使用は厳重に保管され安定した心理状態の人員に限定されます。すべてのユーザーは4721を利用した場合、心理的評価を受けるそう。4721を使う？ルフィみたいになっちゃったな。待ってね。ちょっともう一回、もう一回、ちょっともう一回、これ、こんなに長く読む必要もねえよな、多分な。分かった分かった、倒せばいいんでしょうとか。ARC4721 は従来の懐中電灯のようです。この懐中電灯が SCP だったのか。標準的な電力源として独立して動作し、代わりにユーザーの精神エネルギーに依存しています。電池はいらないんだけど、私の精神的エネルギーが、精神力が奪われるとですね、MP が奪われるわけです。代わりにユーザーの精神エネルギーを依存しています。4021によって保持される光の明るさと明瞭さはユーザーの精神的安定性と集中力に引っかい。なるほど。精神力、ビビったりするとライトが消えるんだ。逆にユーザーがストレス、不安、または恐怖を経験すると、生成された光は弱くなり、不規則にちらつく可能性があります。これは4721とユーザーの心理状態の間に強いつながりを示し、ユーザーの精神状態を直接反映しています。ARC4721 のユニークな特徴は、その光がユーザーにしか見えないことです。光は非物理的な性質を持ち、外部の解説が見えないと。素晴らしいね。まあまあ、簡単にやってみようか。私が凝ってこのライト。こいつ、私の相棒みたいなんですけど、4721という、その SCP みたいですね。精神エネルギーで光が、光ってるんですけど、精神力が低下すると光が弱くなるそうです。アップ、ロックじゃん。なんかね、こいつも昨日に引き続きね、ちょっと滑るキャラが すっと止まらないね。ローラースケートでも履いてんのかな。何ここ、レオン室みたいだね。まあ、その SCP を見つつ進んでいく感じのゲームなんだと思います。は？買っちゃってやった後に自分で自ら体で押さなきゃダメなんだ。ウィーン。これは、I don't see、 体力減ってませんよと。何これ？ Oh no！ライトアタック。ユー。なんでこんなに回復アイテムが落ちてんだろうね。でも取れんらしい。普通取れるよね。なんでこんなに回復がいっぱいあんの、ここ。頭だ。ピックアップ。カン。ここに回復3つあるんだけど、3つとも取れねえんだけど。まあまあまあ。さあ、斧をゲットしたけど、もしかして斧で扉をシャイニングするのか。別に隠語ではないけど。違うんかい。
シャイニングできた。は？鼻かいてたよ今普通に。普通に鼻かいてて間に合、殴るの間に合わなかったな。1 0 1、今俺死んだってこと、もしかして1死亡ですよってこと。即死なの。回復アイテム持っていけない。まあいいや。普通に鼻かいてたな。ガードとかもないよね。これ鉄硬っ。突然殺されたな。ゾンビ SCP じゃねえの、あれ。猫みたい。なんでこんなに回復を落とすの。いらんのに回復やたら落とすの。まあまあまあいいでしょう。トイレ、うわ違う。鍵ですね。ピックアップ、セキュリティ、なんて書いてあんの。私が攻撃したアイテムは1階の在庫の、1階の在庫で準備、1階の倉庫で準備してあるので注意してください。病院マネージャー。責任者に、まあ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 。1階の倉庫に、何かあるみたいです。銃が欲しいですね。弾はなぜか落ちてるのに銃がない。私は銃が落ちたくてこのゲームを選んだのに。回復は落ちてる。これしゃがめばいけんのかな。うわー人形。ゾンビっていうか SCP っていうが今回の題材になってるわけなんで、もしかしたら倒せないやつも出てくるかもしれない。あ、産地ですね。産地なんていう概念もあるのか。ショットガンシェル、そしてゾンビ、さっきのその双子かな。基本ヘッドショット、頭だけ狙う。倒したと鬼みたいなもんか。倒したら溶ける。後ろを取ってよし。シュールだけどな。産地はそうだね、多分ライトが暗くなるのかな、怖い思いすると。ああ、フィルムですね。フィルムが必要だ。弾結構あるな。これライフルだ。あー、じゃあ銃がショットガン、ハンドガン、ライフルがあるってことだね。もうすでにこれで先に弾が取れちゃうのか。アイテムは、ピストルアーモー12。あー、はい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 。なんかちょっと出ますね。ん、人形今動いた、気のせいか。回復アイテムは持ち歩けないんだな。多分その場で回復ってことか。さっきのそのでずっとボタン、あ、これ、おう、あるじゃん。エイム、リロー、1がウェポン、2がピストル、ウェ、じゃあどっちもウェポンだったな。は？あ、先にリロードか。これ弾捨てるタイプかな。いいね、気持ちがいい。ちゃんと撃てるゲーム気持ちいいね。ライフル、まあ、敵が遅ければ別に全然。あ、3匹3発でやれるね。弾もピストル、ライピストルアーモー、あ、結構ガンガン撃てるゲームなんだ。気持ちいいかもしれん。弾捨てちゃうタイプだったりするかな。たまにさ、あのリロードすると残ってる弾排出しちゃうパターンがあったりするんだけど、どうやろうね。すっごいガッシャンガッシャン言ってたけど、すっごい弾いっぱいある。弾いっぱいあるタイプだ。
壊していきます。感知も回復できる、ピストルアーモーもあるし。バイオもこのぐらい弾張ってら楽だな。ねえ、これ壊せんの？壊せるわ。すげえ無駄遣いだけどね。23発、ライフル40。ショットガンがちょっと足んないかもしれないですね。割れる？はい。割れる音はする。あ、ちゃんと、すげえ、割れたところから修復していくタイプだ。ターン A か。おう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 、びっくりのすけ。何がガチャガチャ言ってんの。あ、そうだ、鍵ってさ、さっきの鍵ってどこの鍵だったら開けろ、警察だ。トイレ。誰もいらん。誰もおらん。なんもない。トイレ3つしかないんだね。ガーンって開けるね。あの、連打すると。結構弾あるじゃん？なんかここにもあるっぽいね、弾。あー、もう、フルアモ。使っとくかな。ショットガン、回復、ライフめちゃくちゃあるな。これこんなにアイテムが溢れてていいのかな。ね、そしたらまたここに戻ってくるようなのか。よし、行こう。回復も溢れてるし。じゃあこっちはエスケープ、デレマ編、何かが必要だね。あ、ショットガンあるじゃん。いきなり手に入るのか。ロック、なるほどね。ロックじゃん。ライフキー、基本射撃するときは足を止めて打たなきゃな。俺この家、この洋館来たことあんな、多分な。また発動してしまったけど。あのね、0点のテストが、襲ってくるゲームと同じアセットですね、これね。異世界転生じゃないけど。すごい音してるな。まあ、あんまり動きが速くねえから簡単に倒せるな。こんなに良心的に弾を出してくれるなんてすごいな。それもこれからいっぱい出てくるのかな。こういうの結構ケチっちゃってね、来、あの、無理して斧で戦おうとするのもありますけども、もう贅沢に使っていきましょう。キーをどっか手に入れないとな。ライフもこんなにある。まあ確かにこんなにライフあるから、あ、キーあった。あ、出てきそうだな。キッチンキー。キッチンキー？これやっぱでも敵を見ると産地が減るのかな。減ってるっぽいね。いつの間にか。ガン。うわ。やばそうだな。あいつら動かないのか。一番左が赤いな、頭。聞いてんのか。微妙ですね。聞いてないのか。目が光ってんだよね。まあこれ多分ショットガン取ったら襲ってくるタイプかもしれないね。この先にショットガンあるから。気になるな。ショットガンを、この先にショットガンはないのか。ショットガン向こうか。読みます。
まあ、敵の特徴もわかるでしょう。まずちょっとこれを加算して、緊急対応マニュアル、病院のセキュリティ離脱手段、このドキュメントは精神病院のセキュリティ担当者の緊急対応マニュアルとして機能し、特定の条件下でメインの出口セキュリティリークの手順を記しますと。このプロセスは最後の手段として意図されており、セキュリティと安全プロトコルを維持するために不可欠です。まあちょっとこれ分かりづらいな。ちょっともっと分かりやすく。ドキュメント。まあその手順だけでいいよ。離脱条件。この手順は緊急時のみ実行する必要があります。精神病院のメイン出口のロックを解除するには、オフィスと、寝室にある2つの絵画を操作する必要がありますので。何それ？オフィスと寝室、病室？寝室って書いてあるな。まあいや、病室だろうね。絵画って絵ですよね。操作を完了するとメイン出口のセキュリティロックが解除されます。オフィスの手順はオフィスの壁に絵を見つけ、背面に隠されたロックメカニズムをアクセスします。寝室手順、寝室に進み壁の後ろにあるロック、あ、まあ一緒ですね。で、必要事項が書いてあるの。あら、いえ、あ、マジだ。はい、バスルームの絵はこの手順には関与していません。それを操作しようとしないでください。すべての操作は慎重に行いません。セキュリティ、バスルームはサバンナだって。なんでだろうね。緊急車の周り。この周りは緊急車に行くため。まあ。はいはい。バスルームはサバンナということです。わお。なんで目の前行ったんだろうね。ちょっとお前、ちょっとこう、聞かねえのか。いい乳してるじゃん。普通に奇妙。こいつらもそうなのかな。ちょっと読みますね。何者なんでしょうね。 ARC2941、 あ、テルティウス。ARC2941 は非常に少なくとも2人の人員によって管理されている安全な封じ込め室内に継続に関して修行さなければならない。こちらの担当者は特にシフトの変更中、観察が途切れないようにする必要があります。精神的に安定した人員のみが ARC2941 に対応することが許可されております。いかなる人員も2941と背を向けたり相手コンタクトを起こす、ああ、だから見てないと動くやつですね見てないと動くタイプ。そうです。2941は普通の女性のマネキンのようです。しかしこのエンティティは観察されていない場合のみ移動するユニークな能力を持っています。 ARC2941 は高速で移動することができ、人間を迅速かつ速やかに致命傷的に攻撃する能力を実証しましたと。はい、見てないと襲ってくるそうです。どっからスタートかな。どっからスタートかな。あいつらだから襲ってくるのかな、気になりますね。さっき最初のやつだね。最初に襲われた足の速いやつだ。ショットガン欲しい。キッチンキー、思ったよりが早かったな。エイムなんてしてらんないね。思ったよりが敵が増えてる。ショットガン早く欲しいな。なんか敵多くね。あの人形たちは襲ってくるんだろうか。2階に行くようがあるのかな。ここ開いてる。さっきは閉じてたんだけどね。やっぱ産地が減ってるな。
人公が怖い思いしちゃったわけですね。まあ、いろんなところにあの回復はあるのでいいんですけど、強力な銃、ストッピングパワーがある銃が欲しいな。よし、だから倉庫にあるっすね、鍵がな。今週の金曜日、1階のデイルームで特別な上映、映画上映があります。したがって、必要なフィルムをプロジェクターに映してください。ああ、確かに。フィルムあったね、さっきね。特別なフィルム、どこにあんだ？あ、あった。ゲートハウス、やった！ショットガン。ショットガン取れるよ。ハンドガン強いけど、さっきみたいに突っ込まれてるとね。開けたまえ。やった。よし。いい獲物をゲットしたぞ。なんか浮いてる。地図ですね。なんか音がする。誰か来る音がする。閉めとこう。またね、メモを読もうか。お前かー。ちゃんと開けてくる。ちゃんとした恐怖だね。やばいかこれ。いやー、ちゃんと入ってくるんだ。ちょっと待って、俺メモ読みたいんだけど。ちょっと逃げとくか、一旦。お尻が追ってきてるので。あいつちゃんとした恐怖だな。ちゃんと迫ってくるんだね。倒せないのかな。ショットガンならやれるとかない？ダメっぽいな。ダメっぽいな。こいつからは常に逃げ回んなきゃダメなのかな。ダメですか。ダメっぽいっすね。どしどしどし。敵は常に湧き続けるんだな。あ、精神状態が、精神状態がやばい。ふう、来るなれ、来る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 。敵はなかなか、ほぼあれだね、敵は無限湧きなんだな。その部屋って何？エレベーターか。ちょっともうあいつ足遅いから、かまず行っちゃおう。ここは何もないか。足遅い。ふぅ、ピストに、あれこれ入れない。あ、いけないわ。2階にはいけない。いけるな。寝室と、敵が、あべ、精神状態がやばい。追い詰められてる、追い詰められてる。逃げとこ、逃げとこ、逃げとこ。もし後ろを捉えないようにしようか。よし。
ライフルが欲しいですね。精神状態が。ちょっと部屋に入るか。これ追い込まれちゃうな。あいつが常に迫ってくるの結構きついな、こいつね。入ったね。こいつが常に迫ってくるの意外とえぐいかも。もしかして背後を止めば背後からやれる？弾なくなっちゃった。打ちすぎて弾なくなっちゃった。あった、フィルム。ちょっと読ませてよ。ちょっと読ませて。あいつが常に追ってくるという。スタッフの関係者に、今晩は1階のデイルームで特別映画上映が予定されています。このスクリーンは私たちの病院の患者に少しの喜びを提供し、日常生活に単調さから抜け出す機会を提供するために、組織されています。予定されている映画のフィルムは現在保管室に完全に保管されています。担当者はフィルムをプロジェクターに転送してください。なるほど。あいつ常に寄ってくるな。常に寄ってくる。後ろからとかやれへんのかな。聞いてるっぽいけどね、俺。えい、まあ、聞かないからこそ面白いのかもしれんけどね。切り替えに失敗した。そこ拾いていいけど。あっ、即死なのか。こいつに掴むと即死なのか。ダメージじゃなかったらしい。2になっちゃった。2になってしまいました。なるほどね。だからここにいっぱい回復あったし。回復はいっぱいあるんだけどね。弾がね。ライフルが腐るほどあるから、どっか早めにライフルを取らんとな。2階の探索がまだ終わっていないので、2階の探索をしたいですね。あんまりこう のそのそしてても、結果的に、なんともならんので、さっさと行っちゃった方がいいかもしれないですね。また拾える？頭はないのか。あいつが来る前にさっさといろんなとこ抜けちゃった方がいいかもしれない。敵の数は多いけど、多いんだったらさっさと抜け、スタミナという概念がないのであれば、さっさと抜けちゃった方がいいかも。どきたまえ。いや、待って、数が多い。ダメだ、敵の数が多いわ。熱い。敵はこれは無限湧きなのか。そうか、無茶しちゃダメってことか。ぬー、それはじゃあ強行突破はできないと。ちゃんと一匹ずつ、いや数多いな。もう弾ないよな。いや強行突破できないのか。こいつもいるしな。さっきの部屋がいいかな。
逃げ込むなら。はい、ふう。ライフルがどっかにあるんだよな。ちょっと待ってね。走ってくるやつは結構きついな。よし、取って取って取って、よし取った。いやーもう来てる。よし、こういうのはじゃあちょっと節約しとくか。数を減らしとくか。弾も取りつつ、ショットガンアーモも取りつつ、あいつには注意しながらな。あいつね、常に追われると思った方が。いや、弾いっぱいある。ライフライフル。寝室と、なんだっけ、ここ何、寝室寝室ってなんかあれだよね、バスルームのは触っちゃいけないって言ってたよね。はい、組織名、なんとか分かんない。ここの組織か。まあまあ、ここの組織ではまあそういったSCP たちを管理してますよと。多分なんだろう、このルームでいいと思うんだよ。あとなんだっけ、あとはなんだっけ、バスルーム以外の場所で、バスルーム以外の場所っつってたよね。産地を回復。ライフルが欲しいな。産地の回復はできてるんだけど、寄り道しない方がいいな。次々に来てる、次々に来ている。こいつはやんなきゃダメだな。ああ、音を出すと来るらしい。扉は破れないのか、もしかして。これバスルームは触らない方がいいですよね。鉄の扉自体は開けられないんだよね。いや、やばいそうだな。敵の数が多いな。音を出してるといつまでも敵が来る。やべ、産地が。これは終わらねえな。人形もいる。人形もいるな。取らせてもらっていい？取らせてもらっていい？おびき寄せてと。これ触らない、バスルームは触らないっつったよね。うわー怖い、うわー怖い怖い。走って、こっちはどうだ。あべ、いっぱいいるな。ライフルがどっかにあるんじゃねえかな。そしたら上映会すればいいのかな。無理に。無理に敵を呼ばん。あった。いや、強いのあった、ライフル。よし。
いや、産地が。回復大丈夫？ライフル弾は大丈夫？寝室、これか。じゃ、寝室の敵の迫ってくる音がするな。ここでセキュリティが行ったんじゃないかな。正直ライフルが欲しかったな、さっきの状況。強い強いけど音がえぐいかも。さあ抜けちゃおう。目的は1階の。しまった、ケチりすぎたな。行っちゃうか。さて1階の、じゃあリールの部屋に来ました。音を出すと敵が出てくるかな。一匹残ってるね。人形が来ないうちに見て、人形が来ないうちにやっちゃおうか。あ、いるな、まだ。あ、OK、邪魔だよ。4273、普通に攻撃食らうな。4273、多分4273じゃねえかな。よし、人形が来ない。人形結構早く遠目に巻いたので今ならいけるかも。4273、来てるね。来てる来てる。4273。お。4273じゃないのか。やっぱり人形来てるよな。4273って書いてなかった。なんかもしかして違うのか。なんか落ちてる。4273じゃない。リロードしなかった。危な。こいつ。ここアンチなんだな。どっから湧いたんだよ。あ、いや、あ、いたいたいた。恐怖になっちゃったな。いや、あんま使いたくねえけど。4273じゃない。あ、わかった。4273にバツがついてるね。どれかってことどれかって。427のどれか。3以外ってことだな。まあ、音出すと敵が来るから音出さないように。でも人形が来る前に来てる音がするな。来てる音がするな。これきつくない？4271、4272、これどっち？4274、4275、4276。開いた。別に急がなくてもあれなのね。時間は止まってるんだ、そこは。てっきり焦りながらボタンを押すのかと思ってたんだけど、そこは違うんだね。ARC エンティティ、7224。
特殊と、封じ込め手順。厳格な監視と最高レベルのセキュリティの対策の下で維持されます。その場所は05なんとかアンドと、特に許可された人員のみが開示されています。A-7224 を含むすべての実験は、厳格な倫理的ガイドラインを厳重し、尊重し、え、尊重、まあね、最高レベルの、ああ、なんだろうね、ちょっと待ってね。A-722、つかね、そもそも SCP 自体がさ、2機しか出てこなかったよね。ARC-7224 は、身体的特徴を持たない普通の人間の男性のように見えますが、典型的な人間のそれをはるかに超えた直感を持っています。ARC-7224 の主な異常な特性は、死後同じ場所で再生する能力があり、その身体的および精神的状態は完全に生前の維持に復元されます。この再生プロセスは存在的に無限で、あ、え、さまざまなエンティティ、自分が SCP ってことだ。死んでも復活するのは そういうことだったな。1とか2とかなってたのは。あー、で、俺逃げ出したんだね。死でも死なない SCP の7224っていうのが自分のことで。で、驚異的な身体能力っていうってわけでもないけど、死に戻りを繰り返して死なない生物ということで、こっから逃げ出したってことみたいです。まさか自分が SCP というオチでしたね。なるほど。 このささやき声は何か分かりませんけど、はい、ということで最初に戻るって感じですね。なるほど、エターナルってことですね。 はあ、まあ延々と繰り返すっていう、まあこの主人公が何度死んでも蘇る SCP だったってことです。はい、というわけでエターナルでございました。お疲れ様でした。